ボロネジ、ボロネジ、ボロネジ、ボロネシなどともロシア語は、ロシア南西部に位置するボロネジ州の州都でボロネジ川、ドン川支流の河口市である。町は、中央ロシア高地の東、ボロネジ川の両岸に広がり、ボロネジ川は1 2トル下流でドン川に合流している。人口848,752人、2002年、全ロシア国勢調査。 1989年ソ連国勢調査では88万6844人。1970年は約66万人。1959年は約44万7000人。1939年は約34万4000人。1926年は約12万人と、ロシアでも20位以内に入る大都市。2012年。 ロシアで15番目の100万人都市となった。1586年に創建された。コミンテルン区、サガン区、ソビエト区、レーニン区、鉄道区、中央区の6区に分けられる。屈作機やプレス機械、合成ゴムなどの工業のほか、ソフトウェア産業なども盛ん。州立ボロネジ大学のほか、大学が多くある。第二次世界大戦では1942年7月に、 ドイツ軍のブラウ作戦によってソ連軍との激戦地となり、市外は壊滅状態となったが戦後復興した。キエフルーシの歴史を記した、現初年代記のイパチー社本の百1 7 7年の、城にボロネジ側への言及が初めて見られる。現在のボロネジの街は1585年あるいは1586年にミューリーフスキートレールを通って北上してくる。 クリミア半国やノマイオルダの軍からロシアツァーリ国を防衛するため、ヒョードル一世の命でボロネジ川右岸の高台に作られた木造の要塞、クレムリを元にしている。ボロネジ川の対岸には低地が広がり、丘の上の要塞は守りやすい上に左岸に現れる、敵軍を攻めやすい位置に行った。17世紀、ボロネジは次第に大きな町へと成長していった。 とりわけ17世紀末に、ピョートル一世の命令でが建てられると、ボロネジの発展は加速した。この造船所で作られた艦船が、ロシア発の艦隊である、アゾフ昇艦隊を構成し、1695年から1696年にかけてのオスマン帝国との戦争においてドンカは川口のアゾフ占領に貢献した。 ロシア島への技術によりボロネジ造船所で建造された艦船の中にはロシア発の純国産戦列艦である1700年浸水がある。ボロネジ海軍ハトの存在もあり、ボロネジは短期間ではあるがロシア南部最大の都市となり、肥沃な国土地帯の経済の中心地になった。しかし1705年には造船所や基地が南のタブロフ、トベロフへ移り、 ボロネジの艦隊基地としての歴史は終わる。1711年にはの中心地となり、1725年にが、新たに置かれた。1779年から1824年の間は総督管区、ナメスニーチェストボが置かれている。19世紀のボロネジはの政治や経済の中心地であった。製粉、油脂製造、バター製造、石鹸製造、 比較製造などといった製造業が立地し、パン、家畜、牛脂、スーッとなどの取引も盛んになった。ボロネジとロストフナ、ドネを結ぶ鉄道は1868年に開通し、モスクワとの鉄道は1871年に開通した。第二次世界大戦では、ボロネジは赤軍と枢軸国軍の激しい戦いの舞台となっている。 ドイツ軍はボロネジをスターリングラード攻略の拠点として、またドンカワノトカ地点として重視した。1942年から1943年にかけてのボロネジ・ボロシロフグラード作戦ではボロネジは212日に渡りドイツ国防軍に占領され大きな損害を受けた。35万人の市民のうち3万人ほどがこの時期に殺されたりドイツでの強制労働に 連行されている。1991年のソ連崩壊後も2000年代に入るまで失業率の高かったボロネジでは共産党への支持が強く、レッドベルトと呼ばれる共産党の強い地域の一部になっていた。ボロネジは多くの学者や芸術家が生まれたり学んだりした場所である。ノーベル賞学者ニコライ・バソフやパーベルチュレンコフはボロネジで学んだ。 小説家、アンドレイ・プラトーノフ、小説家、イヴァン・ブルニン、詩人、アレクセイ・コルツオフ、詩人、イヴァン・ニキチン、文学者、サムイル・マル・シャーク、画界・ワン・クラムスコイなどゆかりの人物は多い。詩人、オシップ・マンデリシュタームは、スターリン時代に、ボロネジへ流刑され、その間の作品を、ボローネジノートバックスの台でまとめている。 ボロネジから南へ50キロ以上離れたドン川沿いのシンボロネジの町にはノボボロネジ原子力発電所が立地している。1964年から商用発電を開始しており、さらにノボボロネジ第二原子力発電所の建設が進んでいる。バソ、ベロウンリスキーヤクトナナーノイサマリータストローテルン、アブスヘストボは多種の軍用機や民間機や エンジンなどを製造してきた。イリューシンの旅客機イール -86 やイール -96 の生産工場であるほか、超音速キッズ -144 が製造された工場でもあり、現在も試験用の機体を運用している。機械工業や航空機工業の進展で大量の水が必要となり、1972年にはボロネジ貯水庫が誕生している。 ボロネジの周辺は、ロシア有数の国層地帯で、ボロネジではこれを生かした、食品産業なども盛ん。18世紀以来のバロック建築や、新古典主義建築の建物がボロネジには残る。独祖戦で多くが破壊されたが、戦後になり、総徳宮殿や聖堂なども再建された。ボロネジは7つの劇場やボロネジ大学などが、立地する、国土地帯の経済、 産業、文化、科学の中心として重要な存在である。ボロネジは学生が多く、とりわけロシアに留学した外国人学生の語学研修の場ともなっている。一方で2005年から2006年にかけて外国人学生への襲撃事件も相次いで問題となった。パーベルチェレンコフラが学んだボロネジ大学はエストニアが ロシア革命後に独立を宣言し、ドイツ軍に占領された1918年に、メ門モンタルット大学の教授や、学生の一部が、ボリシェビキ政府よりこの地に移されて開学した。その他、ボロネジ農業建築大学、ボロネジ森林大学、ボロネジ工科大学ほか多数の大学、大学分校、研究機関が集積している。ロシア鉄道の死者で、 ヨーロッパ・ロシアとウラル地方、シベリアカフカース・ウクライナを結ぶ南東鉄道の統括部が置かれている。市の中心駅はボロネジアイ駅であるが、モスクワ・ロストフ間を直通する列車はプリダチャ駅に発着する。モスクワとロストフなドネを結ぶ M4 幹線道路ドンハイウェイの重要な中継地でもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。